皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験浪人生のマンツーマンによる、個別指導のスクール、東京レンタルスクール岡田です。本日はですね、BDR 指標についてお話しします。こういったですね、表っていうのはかなり試験に出て覚えにくいところでもありますよね。こういう覚えにくい時はですね、まず覚えられるところ、そして実際にテストで出た内容とかですね、出そうな内容、そういったところから覚えたり、あと全体像ですね、しっかりその表を、読んでですね、その意味とかを考えていくと少しは覚えやすくなったりするんですね。早速、見ていきましょう。まずこちら覚えるべきですね、 BDR 指標、航空清掃の自立論なんですけども、こちらまず BDR っていうのはこの頭文字ですね。でまずこれ覚えないといけないんですけど、歯磨きですね、そして義肢装着、そしてうがいですね。こちらブラッシング、デンチャーウェアリングとですね、マウスリンシングなんですけども、こちらでまず間違いやすいのでですね、これ義肢装着なんですけども、義肢清掃と間違えてしまうんで気をつけていただければと思います。装着ですね、清掃じゃなくて装着ということをまずしっかり覚えてください。そして次に覚えるべきはですね、こちらは自立、一部解除、全解除ですね。こういった3つに、まず分かれているということですね。で自立が A ですね、で一部解除が B、 そして全解除が C ですね。こういう表はこのようにですね、まず区切って覚えるというのが重要ですね。まずこのように3つに分かれて ABC という順番ということですね。ここまで次覚えられたらですね、この後ブラッシングなんですけども、ブラッシングはですね、こちらは他の表と比べていただきたいんですけど、 A の1と2のように2つに分かれてるんですね。この歯磨きに関しては2つにさらに分かれてるということを次に覚えてください。そしてですね、こちら A の1と2は移動して実施できる、寝床ですね、実施できるということですね。で試験に出やすいのは次とかですね、この B の1と2ですね、財を保ったまま、部分的にできるものが1、そして財を保てないのが2ということです。こういうテストによく出るところですね、この財がポイントっていうことを覚えてください。この B の判断を分けるものはって言ったら財ですね。 C も似たような形で、こちらは財も犯罪も取れるですね、犯罪も取れないものが2番ということですね。すなわちここはそういう座ってられるかということがポイントっていうことを覚えてください。そこまで覚えられればですね、あとはこの義肢の方を見ていただくと2行目ですね、自分で装着する、外すか入れるかどっちかができるということですね。そして全くできないということですね。で、リンスはですね、ブクブクができる、水に含む程度はできるということで、含むこともできないですね。このようにですね、一見この表って覚えにくいっていう皆さん思いますし、かなり困ってしまうというかですね、結構皆さん苦手としてしまうんですけど、先ほどの通りこの BDR の意味、そしてデンチャーが間違いやすい、そして歯磨きは、2つずつに分かれるということですね。そしてこの B と C は罪とか犯罪ですね、座ってられるかということが1つポイントということですね。でそして原則のようにですね、自立の場合は A ですね、全解除、右に行くほど全解除ということですね。この表はですね、本日はですね、この表の、特にポイントですね、試験に出やすいところ、ご紹介しました。何度も見返してですね、しっかり、覚えていただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。この後はですね、少しスクールのご案内だけさせていただければと思うんですが、国家試験浪人生はですね、大学1年生から6年生ですね、こういった学生さんのですね、マンツーマンの例えば定期試験とか4年生 CBT 国家試験、低学年からしっかり対策するという、スクールですね。で週1回2時間や3時間で大学終わった後ですね、マンツーマンでやっております。こちら個別指導スクールとしてはですね、こちら、パイオニアとしてですね、長い期間、やらせていただいてまして、全国からですね、東京に例えば土曜日日曜日祝日などは朝からやってますのでご来校いただいたり、オンラインでですね、マンツーマンで例えば定期試験とかですね、対策を行ってます。またですね、例えば集団授業予備校との併用したいというような、多数ですね、お話も、いただきですね、昨年も、多く受講いただきました。こちら近年ではですね、かなりこう考える問題とかも出題されてますので、知識をですね、しっかり覚えることに加えて、こういったですね、全科目を、科目横断的にですね、網羅してしっかり理解するということも重要なんですね。でこちら、国家試験はどんどんこう変わっていきますし、もちろん過去問題はしっかり対策するということなんですけども、全てはやっぱり低学年からですね、対策して、しっかりですね、やっていくということが、いい結果にですね、結びつく、そういうことが多いわけですね。
そのためしっかりですね、例えば大学2年生とかから、しっかりマンツーマンでも、個別、個人でですね、しっかり学習することが必要です。当スクールはですね、まあ、長年の実績と、まあ、私、塾長ですね、講師、皆歯科医師で、まあ、やっております。そのためですね、日々、業界の最新情報、含めてですね、まあ、こちら基本に忠実に、授業しております。こちら、例えば何かございましたら、こちら YouTube チャンネルの、ご登録やですね、東京レンタルスクールでホームページなど、例えば、ご検索いただきですね、例えば資料請求務、またはお電話ですね、いただければと思います。また書籍としてはですね、歯科ナビという全科目が一冊になった、書籍をですね、発売させていただいております。こちら好評いただきですね、全国の書店、そしてオンライン書店などでも発売いただき、カテゴリーですね、1位もいただいたことがある書籍です。こちらハンディタイプで1冊にまとまってますので、例えば大学2年生とかからですね、低学年のうちから授業中にですね、しっかり見てですね、どういったところが例えば CBT 国家試験、軸となる部分ですね、そういうところをしっかり押さえてですね、対策するということが求められています。また臨床実地の問題集やですね、正問題集など、東京レンタルスクールはさまざまなですね、教材をご準備しています。また何かございましたらですね、お気軽にご相談いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。